最初から聞いてる方はちょっと疲れてきてますかね。でもまあ残り少しなんで、ぜひご参加ください。今日のお題「臨床医に漢方はマストです」ね。これは本当にそう思うんですね。臨床医を志す先生方、つまりいろんな患者さんを見てあげたい、ね、困ってる患者さんを救ってあげたい、ね、そんな時に漢方は使えないといけないです。漢方が好き嫌い、それは関係ないんですね。つまり漢方が保険適用である以上、それを使う義務がね、ある意味保険医にはあるんですよ。だって患者さんは良くなりたいだけなんですから。それを漢方が使えないっていうのはちょっとおかしいんですね。ただ、もう超専門家って人はいいですよ。俺は〇〇っていう病気だけを見てるんだ。そういう方はもうそれを通せばいいです。だから臨床医にっていうね、文言を入れたんですね。医者全員に必要ないです。でも臨床医として例えば開業される、これはマストに決まってます、ね、で病院でもいろんな疾患を見る方、ね、そして相談に乗ってあげたい先生、ぜひぜひ漢方は、自分の道具の一個として使ってください。でね、エキス剤を使いこなすっていうのがまた副題なんですよ。つまり言葉を変えればエキス剤だけ使えればいいんです。漢方の脈々とした歴史は煎じ薬なんです。生薬をお湯に入れて煮込んで作るってのが基本なんですね。それ西洋医使わなくていいです。少なくとも最初の5年10年はいいです。エキス剤だけにしてください。ってことは僕のイメージはエキス剤っていうのは選べばいいんですね。津村さんが128持ってます。100で1個が塗り薬で、津村にない飲み薬が19あります。148日本にはあるんですね。それが選べればいいんです、我々は。で、本当に漢方の専門医って人は煎じ薬を作れないとダメです。ましてや自分オリジナルの、ね、自分の作り上げたなんか漢方薬ができるようになるといいと思います。オリジナルブレンドがね。だからもう全然ターゲットが違うんです。僕のイメージはこちらはレトルトの食品だって選べばいいんだから、どれが美味しいかなって。片やこっちは自分で作る、ね、レトルトカレーどれが美味しいかな、僕分かります。だって全部買ってって比べればいいんだから。でもカレー作るっていうとちょっと今の僕じゃ難しいかなって感じ。だ全然違うでしょ。要求される能力も素養もね。だって何が美味しいかっていうのは今自分で食べれば、人に食べてもらえば分かるんだから。だからこそ今ね、漢方エキス剤は今すぐ使ってほしいんです。そのための大切なことは副作用ね。何か起こるか、基本起こりませんからね。起こらないというのは、幸いに医療用医薬品の全てはね、一般用医薬品として販売できるんです。だからそれぐらいの危険性はあるんですよ。でもそれぐらいの危険性しかないんです。そう思って使ってください。さて、女性の臭素にっていう話なんですね。で、女性の漢方薬ってまず3つ覚えます。3つ。これ番号で言った方が簡単なんで、23、24、25番です。番号で。23番何？当帰芍薬散。24番何？神逍遙散。25番何？桂枝茯苓丸です。でね、この3つでそれこそ女性を結構得意としている、ね、漢方のエキスを使う、もちろん煎じを使う先生方、この3つでほとんど OK って人もいます。この3つで半分以上 OK って人もいます。それぐらいにこう幅広くこの3つで効くんですね。でね、さっき漢方のそもそもは煎じ薬だって言いました。煎じ薬は一番最後の字がお湯って字なんです。湯って字、葛根湯とか。ところが今言ったのはね、当帰芍薬散23番、神逍遙散24番、桂枝茯苓丸25番、どこにもお湯って字がないんですよ。だから煎じ薬じゃないんです、そもそもはね。
酸っていうのはその分量を粉々にして、今で言うとミキサーに入れてウィーンってして粉砕して全部飲むんです。それが酸、当帰芍薬酸とか上醤油酸は。ガンっていうのはウィーンって粉砕したやつを通常は蜂蜜、それに火を通してちょっとネバネバっとした蓮蜜ってやつにして玉にしてるんです。つまりイメージはその紅茶の葉っぱをこう全部飲むのか、ね、葉っぱごと葉っぱを飲まずにこう、まあ、煎じるっていうか、ね、葉っぱは外へ出して煮出したものを飲むのかの違いなんですね。で実際なんで女性の3つの三大漢方薬が糖じゃないか、僕それ疑問なんですね。なんでかなって。ところがね、実際そのつむなさんが作っているもの、基本ね全部実は糖なんです。お湯なんですよ。つまり昔の人が全部粉々にしろよって言った量をポットに入れて煮詰めて、そして飲む。それを当帰芍薬酸量とか、料理の量って字がつきます、上醤油酸量とか、ね、軽視伏量丸量って。所詮江戸時代には量っていう字をつけて煎じ薬として使っていたんですね、多く。で津村さんは、基本全ての128の漢方薬は大きな6トンのタンクで煎じて、そしてそれをエキスにして、我々が使いやすい形にしてます。つまり僕たちが使う、漢方エキス剤のほとんどはね、実は糖、ね、煎じてるんだと思ってください。でも効くから、同じような効果があるから糖でも生き残ってるんですよ。で使い分け、ね、まず24番上醤油酸、これは更年期障害とか自律神経失調症って言われてる人のある意味、まあ、ファーストチョイスです。これを使います。で基本気長に使います、長く。で4週間でちょっと良くなったらずっと続行です。でこういう更年期障害の人はめったに治るって言ってくれません。でも良くな、前よりはいいって言ってくれます。でこの前よりはいいを目指すんですね。前よりはいいよ。で基本はずっと続けたいんです、良くなくても。でも変えてくれって言われたらしょうがなく変えるんですね。その時の候補が3つあります。女神酸って薬、翼患酸っていう薬、あとはサイコカ龍骨ボレートっていう薬。僕はどうしても上醤油酸を変えてくれって言ったら1回その3つのうちのどれかに変えてまた戻します、24番の上醤油酸に。でしばらくやってまた変えてくれって言ったら翼患酸、女神酸、サイコカリコスボレートに変えてまた戻します。基本長く飲んでもらいたいんですね。それで、半分ぐらいの症状が楽になれば勝ちと思っています。で今度23と25、これは当帰芍薬酸の方が和漢でいう、日本の漢方でいう巨匠向き、つまり華奢向きな人の薬です。軽視伏量丸は和漢でいう実証向きの薬です。ただこれはヒントなんですね。別にこれをどっちを出したからって言って副作用が出るわけではありません、ね、効く効かないの頻度が実証向けの方が効くよ、ね、軽視伏量丸は。巨匠向きの人は当帰芍薬酸が最初の方が効くよっていう経験則です。でこの3つぜひ覚えましょうね。当帰芍薬酸、上醤油酸、軽視伏量丸です、ね、でイメージは上醤油酸は特に更年期障害や自律神経失調症っぽいんです。で女性の、ね、上醤油酸の効果というか領域を除いて、つまり更年期障害や自律神経失調症でない時、ね、軽視伏量丸と当帰芍薬酸があるんですよ。ちょい実証向け、ちょっと巨匠向きで。で余力があれば覚えてほしいのは、軽視伏量丸よりももっとがっちりタイプの人、これを当覚上気筒って言います。
ね、桂枝茯苓丸にこれ上気湯だから大王と芒硝が入ってるんですよ。桂枝茯苓丸に大王と芒硝が入ったイメージが当角上気湯です。つまり便秘が治っちゃうんですね。で、便秘じゃない人はちょっと下痢傾向になります。でもいろんな活化する訴えとか、それこそニキビとか、いろんなものが、ついでに良くなることはたくさんあります。だから桂枝茯苓丸よりもより実証向けが当角上気湯だ。そうすると当角上気湯、桂枝茯苓丸、当帰芍薬散、当帰芍薬散よりももっと華奢な人用ないのって話になりますよね。それが僕が使うのは当帰乾中湯という薬です。123番ですかね。小乾中湯という元気がないお子さん、ね、ちょっと調子が悪いお子さん、そんなお子さんの小乾中湯に当帰という薬を足した薬なんですね。当帰というのが入っているだけで、ある意味漢方でいうおけつ、ね、今風に言うと古地のたまり、それを治す、ね、イメージなんです。ですからそんな風に覚えてください。でね、漢方薬併用していいですかって質問を結構聞きます、ね、もちろんしていいです、効果が増すんなら。でね、当帰芍薬散って生薬6個です。上生薬散って生薬10個です。抗生生薬ね。桂枝茯苓丸って抗生生薬5個です。ってことは23、24、25でそんなに幅広く女性の訴えがカバーできるんなら、これ全部足せばいいでしょ。そうしたら生薬数が6たす10たす5、21になるかっていうと、ダブってるからね、生薬数14なんですよ。つまり当帰芍薬散足す上生薬散足す桂枝茯苓丸、つまり僕らが処方するなら23、24、25全部飲めって意味です。だってそれでほぼほぼカバーするんなら全部出しちゃえばいいじゃないですか。ところがなんでたった14の生薬数しかなんないのに、ね、だって漢方薬って生薬の足し算で最小は2、まあ、例外的に1、一番多いのは18なんだから、所詮その3つを足しても14なんですよ。なんで当帰芍薬散足す上生薬散足す桂枝茯苓丸が流行ってないんですか。だって万能の薬になりそうじゃない、万能の女性妙薬とか言って。なのにあえて14から8個の生薬を抜いた当帰芍薬散が生き残り、14から4つの生薬を抜いた上生薬散が存在し、14から9個の生薬を抜いた桂枝茯苓丸が今でもあるのは、抜いた方が効果があるからなんですよ。わかる？漢方って生薬の足し算なの。だから効くからと思ってどんどん足していっても良くないよっていうのが、この女性の三大漢方を見るだけでもわかるよね。だって3つ全部出せばいいのに、あえて抜いてるんだから。それを分かってもらうと皆さんがいいなと思って、じゃあ A っていう漢方と B っていう漢方を足していいんですよ。でももしかしたら足すと効果が減弱するんじゃないかなっていうことを思っておいてほしいんです、ね、患者さんが A と B 足してくれって言ったらいいよって言えばいいんです。でも効果が減るかもしれないから教えてねって言えばいいんです。当然なんでって聞きます。その時の答えは、僕は漢方って食べ物の延長なんだよ、おいしいラーメンとおいしいカレーがあるだろう、それ混ぜてごらんって言います。すんごいおいしいカレーラーメンか、すんごいまずいかもしれないでしょ。そんなイメージ、足していいんです。でも足したからといっていつもいつも効果が増強するとは思わないでね。だってそうであれば当帰芍薬散足す上生薬散足す桂枝茯苓丸が当然流行ってるはずでしょ。なのに3つがそれぞれ生き残ってるっていうことを皆さん体感してほしいわけ。ぜひ女性のいろんな訴えにね、漢方薬を使って対応してください。すんごく楽しいと思います。はい、応援してます。